鈴木愛理は、日本の歌手、女優、モデル。所属事務所は、アップフロントクリエイト。所属レーベルはゼチマ。レイ専属モデル。千葉県出身。血液が B 型ーー。身長161.8センチメートル。15年間ハロー。プロジェクトに在籍し、アイドルグループド、キュート、ボーノのメンバーとして活動。6歳の時、アップフロントミュージックスクールに入学。 同スクールで、ハロー。プロジェクトキッズオーディションを紹介されて受験し、2002年6月30日に8歳で合格。2003年9月12日、ハロー。プロジェクトの新ユニット、アー、メンバーに選出。2005年6月11日、キュート結成。2007年7月21日、ボのメンバーに選出。2013年4月、 慶応義塾大学環境情報学部に入学。2015年、同年6月号より、女性ファッション雑誌、レイの専属モデルとして活動開始。2017年3月、慶応義塾大学を卒業。同年6月12日、埼玉スーパーアリーナでのキュート解散公演をもって、ハロー。プロジェクトを卒業。同年12月31日、ハロー。 プロジェクト 20th Anniversary ハロープロジェクトカウントダウンパーティー2017グッバイハローにサプライズ出演し新曲未完成ガールを初披露ソロアーティストとして活動開始2018年3月26日コットンクラブにてソロ指導後初の単独公演を開催同年4月9日ゼップ東京にてバンドスタイルでの公演を開催 同年5月19日、ガールセワード2018スプリング・サマーに出演し初ランウェイを飾る。同年6月6日、ソロデビューアルバム、d o m e A Fever リリース。同年7月9日、ソロとして初の日本武道館公演を開催。単独コンサート合同コンサートゲスト出演その他。ありがとうございます。